過去のダウンロードばかりしていると同じ過去を再生産することになり、いつまでも問題を抱えたり同じ問題を繰り返し体験することになり、本来自分の持つ創造性や天才性も発揮できません。しかし全く予想もしなかった新しい情報に触れることができると、過去のダウンロードをストップさせ、新たな次元に一歩踏み出すことができます。先日私と娘は車の中でとてもネガティブで重たい雰囲気に包まれていました。赤信号で止まった時、後部座席にいた娘がこう言ったのです。お父さん、トカゲ。窓の外を見るとフェンスの近くに手のひらよりも大きなトカゲがちょろちょろと動いていました。その瞬間、それまでの重たい雰囲気がピタッと止まり、何か新しい次元が広がったのです。完全に時間が止まり、今ここになったのです。その後、私と娘は生成的な会話ができ、共に一歩前に進むことができたのでした。キーワードは今ここに立ち現れている未来から学ぼうでした。